高倉健の任侠映画ということで、今日は3回目で、日本侠客伝を中心に、お話をいたします。で、日本侠客伝は昭和残響よりも早く牧野正浩監督によって、作られて、それで、全部で11作品あるんですけども、最後のですね、10とそれから11ですね、これが10が山下監督で、それから11が小沢重弘監督ということで、いわゆる9本目まで全部牧野正浩によって、作られて、います。ですから、ある意味で牧野正浩が、その前に作った「次郎長三国志」っていうのがありまして、でこれは東宝系で作ったものをさらに東映で、鶴田浩二主演にして、作るんですけども、その「次郎長三国志」の世界をいわゆる日本侠客伝の世界に、ね、転化させたというですね。でここの中で要するに生み出されているものなんですけども、その名残がですね、日本侠客伝の中にも残ってます。でそれはどういうことかというと、ある種の集団性の戦いという形に組まれていくものになります。で昭和残響伝は、これは前にも言いましたが、これはもう一匹狼ですので、でしかも侠客ですね。でそれに対して日本侠客伝は最初は堅気です。そしてその堅気の中から入れ墨をするようになって、侠客という形で、映画が進歩といいますか、進化というか変容していくということになるわけですね。で次郎長三国志を見てみていただくとすぐ分かるんですけども、もう非常に和気あいあいとしたですね、楽しい仲間の次郎長一家です。でまだいわゆる次郎長一家が形成されてくる段階で、大政がいるだけで、そこに森の石松が後で入ってくるとか、それから小政が後で入ってくるとかですね、まだそういう過程の、映画ですので、で甲州路へ向かって殴り込みをして、まあ、それで大親分という形に変わっていく、そこまでの、話なんですけども。もうとともく山城慎吾だとかですね、長門博之だとか、森の石松ですが、津川雅彦とかですね、それから松方弘樹とか、まあ、そういう人たちがもうともかく和気あいあい、あと法印っていうのが非常に重要な位置なんですけども、その人たちが和気あいあいとしている非常に楽しい世界で、それを次郎長親分がそのほのぼのと見ていて、でかつ次郎長親分もその妻にですね、髪の毛を結ってあげたりとか、非常にほのぼのとした雰囲気のところで、で次郎長は最終的に決断をするだけで、悩んだり苦悩したりというようなことも全然ありませんし、で子分たちも別にそこで、殴り込み的な形をされるんですけども、それをその皆殺しだと言ってただ追い出すだけで、別に皆殺しもしないで、で勝った万歳なんてやってるというですね、そういう非常に明るい映画です。でそれが日本侠客伝という形で始まってくると。でその最初がこの、中村錦之介を使ったあれなんですけど、まあこれはもうあちこちのエピソードでありますが、本来は中村錦之介にやってもらうつもりであったと。ところが中村錦之介の立場上であるとか、仕事の過密さであるとか、なんかいろんな理由によって、中村錦之介は出れなくて、高倉健が主役となって、この映画が作られて、実はそれが大ヒットをするきっかけになったというようなものですね。ですからぼんやりただ黙ってふーっと見て、後で振り返ると中村錦之介の実は存在だけがイメージに残ってて、高倉健一体何やってたんだろうっていうぐらい、実はやっぱり存在感があります。でそれは別な言い方すると、中村錦之介は侠客として、脚本でそこの高倉健の親分のところに入ってくるわけで、で高倉健はその親分が亡くなってしまって、組頭として、
それを担って一家を要するに盛り立てるということになります。でこれは立場がですね、材木の運送業ですね、材木の運送業という形で出てきますので、その肩書きです。ですから最後の殴り込みでもうですね、実はもう芯が全部バラバラで、大木稔が殺される場面、それから田村貴博が殺される場面、長門博之が殺される場面、松方が殺される場面と全部バラバラで、まとまって殴り込みって形にはなってない。それから入れ墨をしていません。でそういうようなことで堅気なんですけども、その中で、まあ、侠客としての中村金之助のこの言葉少ないですね、全ての立場を分かっているという感じで出てきます。でこの中でちょうど面白いんですが、高倉健が組頭を残ったおかみさんからですね、頼まれた時に中村金之助の方に目配せします。でそうすると中村金之助が黙ってうんとこう目でうなずくというですね、中村金之助に承諾取るんです。でそれからそれがじゃあ引き受けますというふうに決まった後、中村金之助をちょっと連れ出して、でこれから私がその組頭になったけれども後も先もわからないんで、中村金之助によろしくお願いするというふうに頼みます。でこれは僕はもう実際の場面だと思います。つまり中村金之助が担ってきた時代劇、あるいは中村金之助がやるとした任侠映画に対して私が受け負ったと。で私がでもまだ未熟者なんで、中村金之助にいろいろ教えてくれというですね、それちゃんと映画の中でシーンとして残しているというですね、非常に牧野らしい作り方になりますね。それから中村金之助と三田佳子の別れのシーンというのはほとんどもう黙ってですね、その先を組み交わして、で何も言わないで三田佳子が泣き崩れるという、まあ、これも一種の名シーンというふうになってますが、で一方高倉健の方は、藤純子とほとんど、稲漬け的な状態なんですけども、もうこれ以上もダメだと、この嫌がらせの積み重なった中でですね、でその親分が残した、男がその喧嘩しょっちゅう喧嘩することは男じゃねえんだと、あと男っていうのは一緒に一度だけ本気で命を懸けて喧嘩をするんだ、でそれは死ぬも生きるもその一度だけなんだっていうですね、でその言葉を受けて自分もその決意をすると、もうここまで来てしまってしょうがないということでですね、でそれでだけど相手側の敵が見張ってますの でそれを騙すために何でもないふりをして藤純子と一緒に屋台でデートをしてですね、でちょっとお使いを頼んでその間に殴り込みの方に行くという、まあ、非常にまた洒落た作りになってますが、そういうような形で、まあ、いわゆる原点的なものがここで、作られたとこういうことになります。それで第2作目、ですね、でこれは日本侠客で何話編ということ で横浜で実は沖縄歌手をやってるんですが、でその弟がどうも死んだということ でそしてその弟の墓を作ってくれた沖縄市の仲間たちにですね、礼を言いながらそのまますぐ帰るつもりだったんだけれども、どうもそこに悪親分たちがいて沖縄市たちが非常に苦労しているというんで、そこを助っ人として、助けるとこういう形になります。でこれもその沖縄市たちがですね、貧乏宿で、わきあいあいとお酒を飲んだりですね、飲食したりしてるっていう、やっぱり非常に牧野的な仲のいい何て言いますか、こう楽しい世界になっています。でここはですね、さらにもう一つまだ非常に印象的なんですけども、
鶴田浩二がゲストであるんですが、鶴田浩二のその奥さん、恋人がですね、その大友龍太郎によって、大友龍太郎を悪親分やるんですけども、その大友龍太郎を要するにも許せないという形で刺すと。で、そしてそこに田川研が飛び込んでくるっていう、それだけの殴り込みシーンです。だから、つまり牧野は自分はもうその殺人だとか殴り込むシーンとか、それよりも男と女の情愛を描きたいんだ、あるいは男と男の狂気の、いなせな関係を、ね、こう描きたいんだっていうふうになってるんですけども、これではその後2人が屋台で、藤山寛美がやってる屋台でお酒を2人で雪の中で飲んでる。で、そうするとそこに藤山寛美が、いや、なんか今殴り込みがあって、親分がなんか殺されたとかなんとかって話してるのを、2人はお酒の、高倉健と鶴田浩二がお酒飲みながらですね、黙って聞いていて、で、それじゃあ行きましょうかということで出て、その時血がついてる。で、それを鶴田浩二が手拭いを出してあげてですね、拭いてあげて、それを高倉健がニコッと笑い返すという、そこだけですね、そこを牧野は多分撮りたかった。で、つまりそこの男と男のその狂気の関係、狂気っていうのは男気ですけども、その関係をこう撮りたかったっていう形になってます。で、まあ、ある意味で大友龍太郎っていうのは牧野正弘から非常にドンだと言われて、だいぶいびられたらしいんですけども、我々は非常に大友龍太郎っていうのは短気左遷として、非常に好きな俳優なんですが、ここの中ではですね、悪親分としてこう出てきて、まあ牧野はやるとき、はい、スタート、用意、ドン画面みたいなですね、そういう言い方まで大友龍太郎にしたとかっていうようなエピソードもちょっと残っています。で、あまり大友龍太郎の雰囲気が良くないっていう感じで、やっぱり大友龍太郎はこの映画一本で、人気映画にはあまり出てこないということになります。で、第3作目がですね、これが関東編という形になって、これは築地の魚市場ですね。で、最初のシーンで非常に魚市場の活気ある雰囲気がですね、非常にドキュメンタリー的にこの描かれて、いきます。で、まあ、後の仁義なき戦いをちょっと、まあ、はるか彼方の先ですけども、なんかそういうのをちょっとちらっと彷彿させるような、ある意味でちょっとドキュメンタリー的映像から始まって、魚市場の中の世界が語られると。で、この魚市場も要するに今までの古臭いやり方ではなくて、要するに組合という名前を使って、悪いヤクザが合理的に魚市場を統括しようと。で、つまり魚の値段を自分たちで勝手に決めて、で、それで自分たちで利益を貪ろうというわけですけども、その時必ず使う言葉が自由競争の時代だからと、もう義理や人情で、やってるような時代じゃないんだという正当性、社会的正当性の論理を持ってですね、で、それで自分たちの利益を得ようという、これが要するに産業的経済の本質を私は表彰しているというふうに思いますけども、そういう形で入ってくると。まあ、そこに南田陽子がですね、女女女将で、その魚市場の魚売りの場所をと一生懸命守ってるんですけども、その妹役で藤純子が出てくる。で、藤純子は高倉健との関係ではなくて、確か長門裕之だったかなとの、その関係みたいなところで、あるだけで、むしろ南田陽子に高倉健は非常に思いを寄せると。で、そこに実は南田陽子と恋の仲だった鶴田浩二が出所してきて、で、そこでこの喧嘩の中のですね、対立の中を陰ながら鶴田浩二がこう支えていくという、そういう構造になります。で、ここで非常に見ものなのは、高倉健が南田陽子がその悪親分に連れて行かれた時、それを救いに行くんですけども、その時にですね、悪い組に向かって、「おいヤクザ君」というですね、こういう言い方をします。
で、つまりヤクザというものを非常にバカにして蔑んでるというですね。で、何をするんだみたいな。それで南山陽子が縫ってくれた着物を脱いでですね、それをこっち側に置いて、それで喧嘩をして、それで半分殴られながら帰ってくると。と南田陽子は着物をなぜそんなところに巻いてるのって言ったら、いや、おかみさんからもらったその大事な着物を血で汚すわけにはいかねえからというですね、非常にまたそこの洒落た光景が出てきます。で、そこの出会いの場は実は鶴田浩二と南田陽子の出会いの場で、で、その関係がそこにちょっと鶴田から高倉健の方にちょっと移行したというですね、そういうところですね。で、藤井君も本当乙女みたいな感じで少女みたいに足をバタつかせながらやってるという、そういう感じです。で、そこにもう一つ北島三郎が寿司屋 やってるんですけども、その北島三郎が要するに鶴田浩二の弟分で、いろいろその南田陽子たちに世話になってるもんだから、北島三郎が自分で勝手に殴り込んでて殺されてしまうとかっていう、まあ、北島三郎もこれではなかなか兄弟仁義を超えるですね、いい役をやっています。まあ、そういうふうに何ていうかあれなんですけども、ここでもう一つあれなのは注目されるのは、その高倉健が助けを求めに行くのが丹波哲郎で、それは、ね、焼津かどっかの方なんですけども、その要するに荷降ろし の妊婦を頼みに行くわけですね。で、それを集団で丹波哲郎は連れてくると。で、それを悪いヤクザが築地 の妨害して集団でその中に入れないようにするのを、高倉健とそれから丹波哲郎のですね、この集団の妊婦と、だから集団のゲバルト状態っていう形でなってくると。で、いわゆるだから殴り込みという形ではないですね。で、その時丹波哲郎が高倉健に対して、このノンキ坊やというですね、そういう言い方をします。で、任侠一筋的な、任侠じゃない、その男気ですね、男気一本気のその一筋のそのやり方に、丹波哲郎は非常にのんき坊やという言い方でもって、それを評価して、そして助けてあげるという感じです。ですから殴り込みはもう集団戦ですので、もうぐちゃぐちゃ状態になっていくと。で、その中で鶴田浩二が相手の中心的な親分をですね、こうやっつけるという。で、まあ、その時も最後も鶴田浩二が俺がやったんだと。で、そんなお前さんだけいい顔してなんだよっていう感じで来るんだけど、それを鶴田浩二がこう制してですね、高倉健が捕まらないように配慮をするみたいな、まあ、そんなことがこれで、なされたということです。で、これがさらに、決闘神田祭りという形で、今度は神田を舞台に、展開されます。で、これは今度は興行師、演劇したりする興行師ですね。で、村田英雄がゲストで、村田英雄が非常に世話になったということで、で、一流の浪曲師になってるんですけども、その村田英雄が浪曲を延々とこう浪じてる、それとその高倉健たちの殴り込みとかですね、こうカバーしながら非常に描き出されるというシーンになります。で、これは高倉健とそれから藤純子が許嫁状態 で、藤純子のお父さんは老教閣ですね、島津翔吾がやってまして、で、高倉健の父親は内田さんなんですけども、役者たちのために借金をして世話をしてたと。で、その親父さんがもう首が回らなくなって死んで自殺してしまう。その後を高倉健が継いで仇となってやるということになります。で、ここが泣かせるのは、殴り込みの前に藤純子と二人で結婚式をする。で、それを藤山甘美が身請け人になってですね、この三人で結婚式をやるんですけども、これがまた非常に泣かせるシーンで、で、その時に藤純子はもう何も言わないで、ただこう黙ってですね、泣き崩れている。で、
宇治山官兵衛がこんな切ないあの結婚式が、もう どうにもならん泣かせるみたいなですね、そんな感じで、やって、そして藤純子が日本刀を捧げて高倉君がそれを持って出るという非常にいいシーンがここでも出てきます。で牧野はなんかそういうですね、非常にこう泣かせるシーンをなんとかこう美しく描こうという形でやってきていて、でこれも藤山官兵衛と一緒に殴り込みですので、一人では行きませんので、そういう形で組み立ってると。でまだ片木の域ですね。で若い頃にちょっとヤクザでぐれて、で船員でしばらく故郷を離れていて、で戻ってくるという、ですからいわゆる本当のヤクザという形にはまだなってないという感じです。でこれが雷門の決闘になって、あら間違えた今の話は雷門の決闘の話だ。すいません、今の話はですね、次の雷門の決闘の話でした。すいません、間違えましたので、それは、5作の雷門の決闘が今言った藤純子と高倉健が結婚して、殴り込みに行くと、そういう話です。でその前に第4作であったのがこっちの方の決闘神田祭りの方ですね。でこれは火消しです。すいません、火消しの話でして、でその火消しとして高倉健が兵役から戻ってくるという、でそこで火消しの組頭を担ってですね、そしてその火消しの権利、火消しが、ちょうどこの時これはですね、呉服屋の沢瀬というところがあって、そこが非常に潰れているような状態なんですけども、その呉服屋の沢瀬の若旦那と高倉健が、幼なじみで、そして藤純子は芸者だったんですが、その藤純子はその沢瀬の若旦那の奥さんになっているということです。でそこの若旦那が悪い組にですね、非常にこう上手に騙されて、その権利書を渡してしまうと。でそれを高倉健の親分、これ珍しく河津清三郎という悪役やってた親分が善玉になるんですけども、それが助けてあげて、で高倉健がそこにいろいろ使う配慮をしていくということです。でこれは同時にですね、その裏で鶴田浩二が客分で逃げてきています。でその時に野際陽子を連れていてですね、実は駆け落ちをしてて、でこれが実は波紋状が回っていてですね、鶴田浩二がどこにいたらいいのかですね、非常に辛い思いをしている。だけど奥さんという形では迎えないで、あくまで姉さんとという形で姉さんじゃなくて お嬢さんですね、お嬢さんという形で大事にして守ってるという。でそこに長門博之が殺し屋としてですね入ってくるんですけど、殺し屋っていうのも弟分なんですが、駆け落ちした親分から鶴田浩二をやっつけろっていう形で来るんですけども、でその時に鶴田浩二に向かってしょうがない刃を抜くんですが、鶴田はその長門の気持ちを分かるわけで、つまり長門はもう鶴田浩二に切られようとしてますので、でそんなあれ弟分のですね、そんな思いをさせるわけにはいかないという形で守ってあげて、同時に野際陽子を長門裕之と一緒に連れて帰させるという
でその時の野際陽子とそれから鶴田浩二のですね、この情愛の別れのシーンといいますか、情愛のシーンっていうのが、これがまた非常に名シーンだというふうに残ってるところです。でそういうような感じだと、ちょっとこれ高倉健の方がむしろ脇役みたいな状態で、ですから先ほど間違えちゃったのは、ちょっと存在感がちょっとあんまりないもんですから、こちらの方のあれがちょっと出てきたというようなところですね。であとここでもう一つ負けの的なのは、山城慎吾はこの火消しの纏をですね、質屋に入れちゃう。でそれは長門裕之じゃなくて、ごめんなさい、山城慎吾ですね。山城慎吾は入れちゃう。でその質屋に入れて、そのお金で実は彼女を救ってあげるということがあるんですけど、これは実は日本侠客伝の第1作目で、長門裕之が南田洋子を救ってあげようとして、その纏を質屋に入れてですね、その質屋に入れたお金で南田洋子を救ってあげるっていう、まあ、これは実際の長門と南田洋子の実際関係をも象徴してるんですけども、そのシーンをここでもう一回、今度山城慎吾と、もう一人のその芸者との関係で使ってます。ただそれで泣かせるのは、その芸者がそれを知って、その芸者にその悪親分が横恋慕してるんですけども、その親分に身を売ってその纏を取り戻すというですね、非常にその悲劇的な状態で、でそれで彼女はそのまま自殺してしまうという、まあ、そこにまた気合ルーターが流れて、非常に哀感がある負けの手演出になっているものです。それで雷門の決闘は、今先ほど順番がひっくり返りましたけど、語ったことですね。で第これが第6弾で、第6弾がですね、この白羽の、杯とこうなります。でこれは高倉健がですね、富士巡行が病弱で、その富士巡行を連れて、千葉の方のですね、運送会社の菅原健二のところに行くと。だけど菅原健二はトラック運送をやってるんですが、もう仇になってですね、ヤクザを雇うわけにいかないと。で高倉健が、いや私はもうヤクザではなくて仇の者として働きますと。で 女房が病弱なんでっていうことで、婦人科はずっと病院にいるだけなんですけども、その女房の面倒を見るんだというふうに言って、それで近くの近所のお風呂に入れないですね。でそれで遠くの風呂屋に入って、でそこに長門裕之と接触するんですが、実は背中に、不動明王の入れ墨があったという。ここで初めて、第6作で入れ墨をした高倉健がここで登場するということになります。でこれもですね、実は話の筋がそこよりも、出所してきた大木実とその奥さんと子供の方に実は情愛の世界があって、その松尾佳代がその大木実の奥さん役なんですけども、大木実奥さんを悪親分がちょっかい出して手込めにしてしまうと。でそれを要するに悩んでですね、そして何も知れず松尾佳代が自殺して死んでしまう。で残された大木と子供は一体何が起きたんだろうということで、どうもその悪親分がやったらしいという。でそこで大木実と、これは伴淳三郎が出てきて、まあ、すごいんですけども、伴淳が実は老侠客なんですが、料理屋、定食屋みたいなのやってるんですけども、もうこれ以上俺も我慢できないっつって、大木実と一緒に殴り込んでいくっていうですね、その、殴り込みのこの殺人のシーンも、伴淳がこんなことできるんだろうかっていうぐらいかっこいい形で死んでいくと。
で、高倉健はともかく大木実が帰ってきたことで、自分あの藤純子が心配してたあなたの性格から多分ほっとかないでしょうっていうですね、それを心配してたんですけども、いや大木が大河氏が帰ってきたからもうその心配はないよって言ってたところ、万純も大木も、みんな死んでしまうということで、仕方なく やおなく戦うということになります。で、戦い切った後、菅原健二たちが駆けつけてですね、でその菅原健二が言う言葉が、ヤクザとしてではなくて仇として戦ったというふうにあなたの親分には伝えますというふうにして、で菅原健二たちや仲間がですね、ある意味でありがとう、よくやってくれたみたいな形で礼を言うと。でつまり牧野的な世界は必ず周りが容認する、認めるというですね、そういうやっぱりお互いの仲良し関係みたいなところに設定がされてます。でそして、次が切り込み、第7弾切り込みというふうになります。で僕は私はですね、この切り込みが非常に好きでして、でこれは、最初からですね、高倉健は人切りというふうに言われて、人切りを商売にしてるみたいな状態になってます。でところが子連れなんですね。でその子連れで、ある町へ流れていくんですけども、でそこで子供が病気になっちゃって、でその病気になっちゃった子供への医療費が払えないもんですから、そこの親分はどこかって聞いて、その親分のところにですね、俺の命を買ってくれっていうわけのわかんないことを言って、それで子分たちが追い出そうとするんですけども、親分が出てきてその切符の良さに施されて、そしてそのお金を命を預けた分だけのお金をもらって子どもの医療にやると。でもうこれも高倉健と医者が出てくると必ず面白いんですけども、治さなかったらぶっ殺すぞというですね、もう医者を治すのが当たり前だろうと、お前その死なせたら殺すぞという、その脅しの文句が非常に人間らしい、人情らしい言い方でこのシーンでも出てきます。でそれで子供をそのままですね、故郷に送ろうとして駅の方に連れて行くんですけども、実は藤純子が子供をほっぽり出すなんてなんていうお父さんなのと言って、藤純子は子供を連れてきて、そしてあんたにはお父さんの資格がない、私はこの子をその世話するというですね、まあ、それは藤純子が一目で高倉健の切符の良さに惚れたからなんですけど、でそしてその親分は自分が果たせなかった夢を高倉健に託して、高倉健がなんか本を背負ってですね、そして新宿に行って新宿で敵屋をやってるというそういう光景になります。で、まあ、その敵屋でその本を売ってる敵屋の高倉健っていうのは、これは実は網走漫画家の方で出てきて、もうめちゃくちゃそっちの方が面白いんですけども、なかなかあれで寅さんの真似かなと思ったら逆で、寅さんはその後作られてるんですね。で高倉健の網走漫画家の時にちょっと話をしますけども、これはパンティーを売ってます。もう石井輝夫のめちゃくちゃ差なんですけど、このパンティー切れねえよって言いながらビリビリって破けちゃって、これは破けちゃったみたいなですね、そんなことやったり、それからモンブランを売って、これはドイツのモンブランでですね、で私はドイツのモンブランに食わしてもらってるという、でドイツ語を読んでる学生に向かって、で私もドイツとは関係してましたみたいなですね、そんな感じで出てくるような敵屋の役が網走漫画家では出てきますけども、これでも非常に素朴な敵屋をやってます。でその敵屋をやってるところに藤純子は子供を連れてきて、まあ、いわゆる押しかけ女房みたいになって、でそれが実は新しく組を作っていくという形になります。でその新しく組を作っていく中で、実はもう一人のその親分とのですね、世話になる親分とのこの関わりみたいなものがこう出てきて、
で、その親分がちょっとやられたんで、それを切りに行くと。でこれも別れのシーンでですね、実は藤純子と結婚式を挙げますの でその時藤純子の父親である親分から関の孫六という名刀をもらって、その名刀で切り込みに行く時に、その封を切る時はやっぱり男は一生に一度命を懸ける時だっていうですね、でその封印されたままなんですけど、その封印を藤純子は口でピッと切るというですね、もうすごいかっこいいところなんですけども、泣かせるところでもあるんですが、それを黙って高掛けに掲げて、切り込みに行くとこういうふうになります。でもう、切りがないんですが、これがですね、第8作目の絶縁状というふうになるんですけども、これがですね、何と言いますか、任侠映画がもう終焉したなという典型的な、残念ながら映画になっちゃっています。でこれは高倉健が実はもう親分、いろんな組の連合体のですね、親分のあれをいいがやってた大親分から受け継いで、その組がもうこれもう時代的に時代遅れだということで、その組を潰して、そしてその出所してきたちょうど暴力団の禁止のですね、時代状況の中で、その親分がその帰ってきた時に、その親分を周りの その取り巻きがないがしろにしていくところへ高倉健が殴り込んでいくというですね。でもこれはもう私は残念ながら日本共学団の中で一番ダサ作だと思っているもの でそれは何かというと、ヤクザという世界を制度化してですね、その制度化したものの崩壊という形で制度化してるっていう、そういう映画になっちゃっています。ところがその後ですね、日本侠客伝花と竜、それから続いて山下耕作がそれをリメイクして昇り竜というですね、この最高傑作がここで、作られます。でこれはもう何て言いますか、昭和残響伝の神殿もらえますか、それともこっちかというですね、もう傑作中の傑作になります。で何が傑作かというと、高倉健はですね、これ最初は任侠として行くんですけども、ゴンゾという石炭運びのですね、そこの妊婦として入ってくるんですが、その中でリーダー的な性格をどんどん出していくんですけども、でその時に知り合った藤純子がですね、ある意味で お互いこう助け合っていくんですが、実は藤純子はこれ入れ墨師でですね、でその入れ墨で高倉健のその切符の良さに惚れ込んで、私の命をあなた の肌に掘らしてくれと言ってですね、つまり自分の命を掘っていくわけですね。でその時その高倉健がそこまで言うなら掘ってくれ、でこっち側のその元へ帰らなきゃいけないんだけど、その帰るのを帰らないでですね、泊まり込んで、毎日この入れ墨をこう掘っていくというそういうふうになります。で要するにその時にその上り竜とそれから下り竜を掘りたいっていう、でその上り竜をまず掘って、でとりあえずこちらの問題があるから一回帰るからと言って、で帰って、でそれがまたこちらの親分に呼ばれてきた時に、それを藤純子がスッと見てですね、これ危ないと思って、藤純子はそこへ行って、で確かお酒を飲むんですけど、そのこの大きなお酒を高倉健が飲めないっていうのを無理やり親分が飲ませて、でそこで黒田節を踊るんですね。で黒田節を踊りながら
その黒田節を踊るところを周りでもうタグレ君を切ろうと思ってみんなが控えてますので、それを藤淳君は全部キャッチして、そのすごいんですけども、藤淳君も黒田節の歌を歌いながら銃をぶっ放して高倉健と一緒に命を助けるというですね、すごい強烈なかっこいいシーンがここで、登場します。でその時に星百合子が高倉健の実は惚れた奥さんで今ここにいるんですけども、その星百合子たちも子分と一緒に心配で駆けつけるんですが、でその時に藤淳子がその星百合子に、私あなたに負けたというですね、でつまり奥さんに全て私は負けたとでいうことを言って、それで高倉健たちが去っていく。そこに藤淳子はの脇にですね、花がざっと咲いてて、で一人寂しくそれを見送ってるという、これまた山下耕作の名シーンですが、それが出てきます。でこれはもうその後ですね、あごめんなさい、これそこは牧野ですね。だから牧野が非常に山下耕作的なニュアンスを出したものになります。でその後山下耕作が昇龍をですね、これを仕上げていきます。でこれはですね、もう涙ものです。誰が見ても涙ボロボロという状態になります。でというのは非常にこっちで切符のいい、鉄火的なですね、バクトであり入れ墨師の非常にひぼたん森生的な、なんて言いますか、そのかっこいい婦人公なんですけども、こっちは高倉健に心底惚れ込んで命を捧げるというですね、そういう入れ墨師に変わります。で要するにその高倉健を救うために、その親分女親分なんですけども、その女親分にですね、自分の命を全て捧げると。だからその女親分の彼女に高倉健が死ねないように仲裁に入ってくれと言って、でその代わり藤淳子はそこにいられなくなって、東京に引き上げざるを得なくなるというですね。でその東京でもう病を患いながら何て言いますか、あれなんですけども、でこれも命の入れ墨を掘らしてくれっていうところから来たところで、その入れ墨を掘ったその高倉健に惚れ込んで、そして今言った高倉健を助けてそこにいられなくなって、下り流の絵だけ残して、実は高倉健にはこういう人からの預かってるって時、下り流の絵があるんですけど、その下り流の絵を持って藤淳子のところ追いかけていくんですが、藤淳子は黙って去っていっちゃうというですね。でそれはなぜかというと、藤淳子はやっぱり気になって高倉健のところに来た時に、実は高倉健に奥さんがいたと。でその奥さんは中村玉子をやってるんですけども、でその中村玉子との仲難しい光景を外から遠くから見てですね、寂しそうに藤淳子は諦めるんですが、その時さらに面白いのは、この入れ墨の竜の鱗の中にですね、藤淳子が自分の名を彫り込んでます。でそれをお風呂場にいた時に中村玉子が発見するんですね。これ何っていう。でそれを高倉健が鏡で見て、で自分のあれが彫られてたっていうことをそこで気づいて、で彼女の思いを知るわけですね。でそしてその今言ったように東京に行った時にもう病ボロボロの状態で、で植木五郎がそれを若衆として世話をしてるんですけども、もう九州に行きたい、九州に来たあの人に会いたいっていう、でもう会えないんだら死んでしまおうかみたいな、そのぐらいもう何て言いますか、こう苦しんでいるんですけども、でもう最後の力を振り絞って九州に行くと。でそうすると実はそこで鶴田浩二がそこで倒れていたのを助けてあげて、その鶴田浩二のところで世話をしてるんですけども、
高倉健の方はその沖縄歌手にゴンゾのリーダーとしてですね、そこで市民集会みたいなのを開こうとしてる。でその市民集会みたいなのを開こうとしているその最中に通田浩司から呼び出されて隣で待ってるぞという。でそれで久々にお目にかかりましたねと。とそうするとそこに我々や親分たちが殴り込んでくるもんですから劇場はもうこんな混乱状態になって、でその混乱状態になっているところでその女親分も殺されちゃう。その女親分を殺したのは実は藤純子の弟分のいびき五郎が一宿一般の義理で殺しちゃったとか、まあ、そういう絡みの中でですね仕方なく藤純子はいびき五郎とそこから姿を消すというふうになります。でその時にその通田浩司が全部世話をするんですけども、その温泉の方でですね藤純子は山に倒れているらしいから見舞ってあげろと言って高倉健が見舞いに行く。でその時高倉健は包帯をも殴り込みが受けた後だなんで怪我してるんですけども、でそこで行くとちょっと障子のそばで待っててくれと。で紅をつけるからというですね、もう真っ青になった藤純子が、その中で紅をつけてその宿屋のおかみさんにこれで綺麗になったかしら、もう本当に綺麗ですよって言って高倉健を受け入れる。で最後の入れ墨を入れさせてくれと言ってですね、その最後の入れ墨を入れるのは何かというと彫った名前を消すんですね。でその彫った名前を消してそしてそのまま倒れるんですよ。それでそこで高倉健がそれを抱きかかえてその腕の中で死んでいくというですね、もうそこまで来ると今喋りながら僕もちょっとじんとしますけども、もう涙ボロボロのですね、もう本当に美しい見事な作品にこれはなってます。でつまり負けの敵世界をある意味で山下耕作的なものを持ったものを山下耕作自身がですねもっとこう練り上げてですね作った。だからその部屋の中一輪の花だけありますけれども、あります。で外で待ってた伊吹頃はもう我慢できなくてダットのごとくそこをパーッと逃げていくというですね、そういうシーンも非常によくできていて、でともかく日本侠客伝をいろいろ ある人はですね、ともかくこの2作を、ぜひというよりもこれはもう歴史史上の僕は名作だというふうに思ってますので、ぜひ味わっていただければというふうに思います。まあ、ここである意味で高倉健と藤純子が演じる情愛のですね究極の姿がここで出てきています。でその究極の情愛の姿に匹敵するのがもう一つは胸骨一代っていう女郎をやってるとそれから高倉健の母親役の二役で藤純子が出てくるんですが、その胸郭一代とそれから昭和残響伝の死んでもらいますですね。ですから昭和残響伝の死んでもらいます、それから胸骨一代、そしてこの花と竜と昇り竜って、これが高倉健と藤純子の情愛の究極の姿になって、もうこれは義理とか人情というですねもう次元を超えた世界で描かれた人気映画だということがそこで非常によくわかるというふうに思います。それで最後ドスになるんですけども、これはもう小沢重弘でこれもうちょっともう人気映画の手を成してないという感じです。で最初なんか暴れん坊のですねめちゃくちゃの無鉄砲な高倉健が馬車を奪い取ってですね、それでなんか駆け込んでいって、その腹も食えないでフラフラの状態で倒れているところ戸脇幸雄に救われて飯を食わしてもらう。でそのお礼にさらに戸脇幸雄の白い着物をですねこれで お金に役立てなさいって言ってもらって、で戸脇幸雄の家がもう滅びるんですけども、で戸脇幸雄 その彼氏になるのが民主主義を旗にかけて政治に出ようとしている、それを右翼団体が潰すにかかるというですね。で高倉健はそこで郵便運送の馬車会社なんですけど、そこで
辰巳龍太郎から非常に、教育されて育っていくんですが、やっぱり喧嘩してそれで姿を消して、で一丁前のヤクザになって帰ってくると。でその時戸脇幸雄の、その旦那がですね殺されてしまうということで、高倉健が戸脇幸雄からもらった白い女の服です、白い女の服にタスキをかけて、そしてその裏地は真っ赤なんですけども、そこで殴り込むというですね、その着物 の裏地 の真っ白で裏地の女物の着物を着て殴り込むって、そこだけは見物のシーンというふうになってます。でストーリー自体はもうちょっとあまりにも取ってつけたようなですね、右翼と民主主義との戦いみたいな感じで、そういうのは僕はあまり好きじゃないんですけどもという感じになってるということです。でざっとちょっと日本共学伝のあれを話しましたけども、ともかく不可避的に敵でも仲のいい仲間同士のあれ方からだんだん入れ墨をして一匹狼的状態になって、でそして、大親分の位置でなんか任侠映画の終焉をほのめかしながらですね、そしてしかし花と竜で情愛でわっと花咲かせて、ドスで、終わりというですね、やっぱり任侠映画のこう交流と衰退のですね局面が日本共学伝というのはある意味で非常によく出てるなというふうに思います。で、まあ、いずれにしても牧野正広のが作った世界ですので、それに対して前からも言ってる昭和残響伝の世界とは全く対比的なですね、位置を占めているということです。そして私はその網走番菓子というのは全然別形で、これはもう別物だと思ってたんですけども、網走番菓子をこれをちょっと確認するためにもう一度見直しましたらば、網走番菓子に全てのつまり日本共学伝や昭和特に昭和残響伝が語ってない部分で、それはどういうことかっていうと、例えばに日本共学伝でもうどうしようもなくなった時に今更仇になれたってんでそれ以上喋らないわけですね。でそういう沈黙の世界に置くわけです。で昭和残響伝だと今更仇にっていうそこも喋らなくなる。でそういうその沈黙で高倉健が沈黙と表情と仕草でもって示している世界が網走番外地では全部言葉になって喋れ語りますので、でその例えば今言ったあれだとヤクザになれないどころの話になって全く逆で、俺が親分を切ったんだと、で俺が親分を切ったのに相手の親分がその体裁上裁判所にその記録を出してない、で裁判官に向かって俺が切ったんだよ俺がっていうですね、俺の箔がなくなるじゃないかっていう逆の表現になって出てくる。それが言葉として語られている世界になります。ですから日本共客伝それから昭和残響伝で語られてないところの世界を全部言葉で語って本音をさらけ出している世界が網走番外地ということになって、実はその世界は義理も人情もへったくれもないというですね、そういう世界です。ですから任侠映画を義理と人情という尺度で見ている限り、これは全然任侠映画を理解したことにはならない。で私の理解は憤怒怒りですね、憤怒というふうにも読まれちゃいますけど、憤怒の怒りと男と女の情愛の究極の姿、これを描いたのがその日本美様式をの理念形を描いたのが昭和残響伝と日本共学伝、それから肥牡丹幕府というふうになって、でその本音を表している網走番外地というふうになります。でこれが和歌山富三郎のシルクハットの親分とか極道行くとですね、もう悪乗りの話になっちゃって、悪乗りすぎてですね、これちょっと話が全然別なのにずっこけちゃう。だから兄弟神器や北島三郎の世界はその薬剤になる真似事的な状態の要するにこちらが金筋だっていうふうに言われた世界だと、まずチンピラ的な世界ですので、そして菅原文太はそんなの全部ぶち壊しますから、
全然また別物というですね、そういう構造の中にあります。で、次の回は網走番外地ではなくて、ひぼたんパクトの話をちょっとして、で最後網走番外地で終えるというふうになります。補足をしておきますと、その任侠映画っていうのがみんな同じパターンで描かれてるって言いますけども、これはですね、どういうことになってるかっていうと、プロップの昔話の形態っていうのがあるんですが、その中に全部で30項目ぐらい のいわゆる昔話の同じパターンがあるんですけど、そのですね、大体20項目ぐらい、これを薬剤映画って全部踏まえてます。で、それはまたどういう内容かということを話しますけども、それは要するにこの高倉健たちのこの中に必ずワルが出てきて、それを生産して、そして蘇るみたいなですね、そういう話なんですが、そのプロップの言ってる昔話の形態の反復であるがゆえに、無意識で大衆的な神聖に訴えることができたということが一つです。でそれから同時に、その反復というのは差異があって反復されるんで、同じ映画を撮ってるわけじゃないわけですね。でそうすると、その反復の中で差異がどのような形で新しさを生み出しているかという、その差異による反復の生き生きとした姿がそこで描き出されてくる。つまりその反復というのは新しさを生み出すんであって、新しさを生み出さない、同じもの の繰り返しではないということです。でここのところはジル・ドゥールーズのですね、反復と差異という書があるんですけども、これは要するに表象の理論に対する、あるいは表象の思考に対する批判なんですが、その、薬剤映画で表象されているところだけ見ると、要するに同じパターンだというふうになる。ところがその表象理論を超えるその際の憤怒と情愛のですね、微細なその違いですね。でそれをちゃんと掴んでいくと、この任侠映画の多様さというものが出てきます。でこれはさらに絶対的に痴漢不可能な高倉健と、それから藤淳子、あるいは鶴田浩二というですね、痴漢不可能な配役によって担われたものだということです。例えば昭和残響伝の池部寮に、じゃあ誰か他の代役で務まるかというと、これは絶対務まらない。池部寮の存在が痴漢不可能ですね。で高倉健の存在も痴漢不可能、置き換え不可能だと。藤淳子のじゃあひぼたんパクトを別な女優で取れるかというと、これも絶対痴漢不可能っていうですね。でそういう形で作り上げられた反復と際 の地平上の先に作られた任侠映画ですよということになります。